年の瀬の帰省についてですけども、ニュース見ると帰省したい人の話とか載ってましたね。日本って、世界中ちょっとそうかもしれないですけど、日本って、毒親毒家族大国だと思うんですよ。だけど帰省したいっていうね、それも頻度ですかね。毒親度がとか毒家族度合いが強ければ、そうめったに帰省したいとは思わないんじゃないかなとか、毎年嫌だなって思いながら、帰省しなくちゃって思うのか、私の場合は5年に1度なんですけどもね、実家の近くで、運転免許証更新しなくちゃいけないんで、私は5年に1度なんですけども、運転免許、返納するにはちょっと早いし、返納するのって70代ぐらいですかね。そうなると、あと私20年近くあるんで、私は5年に一度に日本に帰る時期になると、行きたくないな、帰りたくないなとか思うんですよね。海外生活してる人、キラキラ裕福な人もいれば、そんなね、裕福でない人がいると。で、駐在員の奥さんなんかだと、1年に5回とか6回とか日本に帰る人多いみたいですけどもね、今、コロナの関係で今、どのぐらいか分かんないですけども、私の場合は5年に1度なんですよ。実家には泊まると思いますけどもね。で、やっぱり行きたくないなって思うたんびに、やっぱりうちは毒親毒家族だよねっていうふうにちょっと思って、少しホッとするんですよ。なんでホッとするかっていうと、やっぱり親兄弟に不満を持つと、誰かに相談したりなんかしちゃったことがあって、そうすると産んでくれただけでも感謝しなきゃ、育ててくれたんだからさみたいに、そういう感謝攻撃っていうのを受けることがあるんですよ。別に相談した相手って別にプロのカウンセラーとかそういうんじゃないんですけども、それとか最貧国の子供理論を持ち出す人もいますよね。どこそこの子供たちを見てごらんみたいなね、そういうこと言われるんで、誰に相談するか、誰に話すかっていうのもちょっと、考えた方がいいなみたいに思いましたね。はい、では朝の楽しみの時間、ちょっとコーヒーを飲む時間になりました。もうコーヒーもね、作りますからね、外で買うなんてとんでもないと思いますよ。はい、では朝動画お付き合いくださりありがとうございました。